はい、皆さんこんにちは、しんのすけファイヤーです。あ、携帯揺れてる、すごい揺れてるはい、今週はですね、阪神ジュベナイルなんとらで、ね、なんちゃらねこれね、G1 レース最近のレース全然わかんないですなんか昔阪神3歳牝馬ステークスよ、もう昔だよね、本当にね、3歳牝馬ステークスさんが昔だよね。ジュベナイルなんとか知らないんだけど、あの先週皆さん見ました、僕の YouTube 先週ね、間違えた名前ごめんね、チューワウィザードね、本当はね、チューワウィザードね、俺先週の動画だとチュークウィザードっていう形でね、ちょっと言っちゃってたんですけど、チューワウィザード来ましたね、一着チューワウィザードですよ。すっごい真っ赤なでっかいぶっといオーラがね見えるって言って、あれはもう最強ですよ、もうオーラね。皆さんね、あの僕はこのオーラ予想っていうことは、あのどういうことかというと、馬だけのオーラ見てます、ジョッキーのオーラは見てないです。だからジョッキーがどういう状況かとか、バイオリズムがすごいとか、当日ねそのジョッキーの強さでまた変わってくるかもしれないんで、だから昨日あのそう先週なんか2着ね、ゴールドのシップだっけな、ゴールドシップちゃうな、ゴールドなんとか大体でしょ、全然馬詳しくないごめんね。でその馬もやっぱジョッキーがやっぱ引っ張ったと思うのね、うん、でもともとオーラそんなに悪くはない、でも着順に入るようなオーラではなかった、あの1週間前の状況だと。でもそれを引っ張ったジョッキーの力だと思うんですよ、うん、でもこれ言い訳じゃないですけど、でその3着インティーも僕は当ててます。だから先週の、レースチャンピオンズカップは1着と3着を当ててます。ごめんね、今ここね、あのお店で挟んだんで、お客さんね今ね飲食店なんで、ね、お客さんが今入っててまあ気にしないようにお願いします、ちょっと遊んで入ってますけど、はい。で、今週はそのね、最初に言いました、オープニングに言いました阪神、ジュベナイルなんちゃかね、ごめんなさい、ちゃんと覚えてこうあれですけど、今週の予想なんですけども、まあ、ぶっちゃけ言いましょう、もうすでにね18頭立ての中で6頭を絞らせていただきました。でまず6頭最初に見せますね、この数字をね、6頭この数字です。はい、6、8、12、14、16、18、これがね僕の中で数字、あのオーラを見た中での良、かったなと思う馬です。これが僕の中で今回6頭、まあ本当はね7頭もいたんだけど、7頭目はねまあどっちかというとその6頭の中よりはあれだったんで、6頭ということで絞らせてもらいます。6頭もいるじゃねえかと思われる方もいらっしゃいますけど、そこからちょっと僕の方にですね、6頭の中から、とんでもないまたね馬がいたんで、2頭います今回。それね今回、オーラを、言わせていきます。まずどういう風な形でオーラ見てるのかって、この、YouTube を見てる方にね、知らない方いらっしゃると思うんですけど、まず JRA さんが発表しております1週間前の調教映像ってあるじゃないですか、あれを、見させていただいてオーラを診断をしております。もちろんその乗ってる、ジョッキーに関してはね、ジョッキーが乗ってたり調教師さんが乗ってたりとか、ね、厩舎の人が乗ってたりとかするので、そこの乗ってる人のオーラは見ません。まあ、あくまでも馬のオーラです。本当に見えにくい時があるんですよね、芝生とこういろいろ柵とかこう重なったりとか、映像的に見づらい時があるんですけど、なんとかねこう一つ一つを丁寧に何回も何回も再生しながら、オーラを見て、やっております。でそんな中で、まあ、例えば、1番の馬なんかはね今回グレーとか青色が見えたりとかしてるんですけども、で今回その馬の中で良かったなと思うのが先ほどの6頭なんですけども、その中で僕が、まずゴリ押ししたい馬がもう最初に言っちゃいます。ゴリ押し、これはあー飛んでいっちゃった飛んでいっちゃった。でこれです、新之助の予想、パーン、18番、メイケイエールですね。この馬、すごいです。まずオーラの色がですね、オーラの色が何の色なのかということで、どういう色が出たのかというと、まず赤色、赤のね、まず皆さんね、オーラまず赤ってすごいんですよ、赤色、赤が見えて、まあ、先週も言いました、チューワウィザードも赤すごいです、ちょっと10センチがブワー見えて、
ね、どういうオーラの見方してるのかっていうとね、馬がこう走ってるところにオーラがブワーって見えて、それを走った後もスワーって感じでオーラが残るんですよ。サーって感じで残るんですけど、今回はそのこのメイケイエールが赤色と紫が出てますが、まあ赤紫ですね、どっちかというと、まあ、これは間違いなく僕は押していきたいなと思ってます。18番メイケイエール、これを押していきたいと思います。これ軸です。で、あ、飛んでいっちゃったね、今取り出すのが。はい、はい、いってはい、そういうことで、その中で僕はね、次に、押したいのと、3、まあその全部の6とどういう形で振り分けかというと、こちらです。もう時間がないんでバンバンいきましょう。バン、僕の予想です。1着はメイケイエールです。2着見てください、8番です。よかよか、あまりすごいね、よか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 で、この8番のよかよかのオーラなんですけども、何色が見えたかというと、赤色にピンクです。赤にピンク、まあ赤です。まあそのさっき言いました名称エールと一緒ですね。赤ってすごくいいっていう話をしてます。先週もメチューバーウィザードもそうです。赤見えすごかったです。でこのヨカヨカに関しても赤が見えてます。ただ、名称エールほどではないんです。で、ただ混ざっている色がピンクっていうね、ピンクがすごく引っかかるんですね、僕の中でね。僕が今までいろんな人、こう人間もそうなんですけども、いろんなところを見てる中でピンクのオーラが見える人とかピンクの色が見える動物っていうのがすごくこう何ですかね、安定感があるんですよね。ピンクは安定感もあって、まあ、ベージュと同じような感じなんですけど、ベージュも安定感あるんですけども、僕の今までも人生の中でオーラを見てきた人の中ではピンクは安定感があるので、ただ紫ほどのやんちゃ感はないので、やっぱりその1番は名称エールで、2番はヨカヨカなのかなって、まあ、この 1,2 等は、まあ、どっちが1着2着になるのか、まあ、あれですけども、僕の中で馬単で1位の、1位が18で2が8かなっていうのは思ってます。で3着のところですね、ここパーッとやりますけど、3着が16番数インフィナイト、あと12番のオパールムーンで、14番のポールネード、あと6番のソダシね。この皆さんね、6番が皆さん本命だったりとか予想されてる方いらっしゃいますよね。でじゃあこのソダシって、その白馬ね、白いね、白い系のね馬でね、僕びっくりしました。あ、白い馬強いんだって。よく昔僕が競馬をよくやってる時にね、白い馬って弱いってイメージ、あとはね、足毛の馬って灰色とかね弱い、まあオグリキャップとか昔いましたけどね、強い馬がね。でもグレーな 馬とか足毛の馬っていうのはね、その弱いとかね、そういうのあったんですけども、まあ白ですよね。白ってほら、皆さんこの本馬場入場するときにね、誘導する馬だったりとか、あとなんか競馬のなんかイベントとかなるとね、必ず出てくるのは白い馬だったりとかするんですが、白馬ね。今回そのソダシっていう馬が白馬だっていうのが僕は初めて知ったんですけども、強いよってみんなに言われてて、で僕の知ってる人たちがこう予想、今週ってどういうの買うんですかってみんなに言ったら、6番7番結構予想してるっていう方が多かったんですよね。67だよ67だよって、先週君はオーラで当たったけどね、僕は67だと思うよとかね、そういう形で言ってる方がいらっしゃったんでね、僕の周りにね。でも僕はそのソダシはまあまあいいオーラなのかなって。ソダシのオーラはね、茶に黄色です。茶、まあ、ベージュ色ですね。まあ先週も言いました、ベージュ、まあ先ほども言いましたね、ベージュっていうのはすごく安定、あとどんな色にも染まれるんですよ、ベージュってね、いろんな形に変われるんですよね。でただ、もう一個の色は黄色なんですよ。黄色ってね、優しさをイメージするんですよ。勝負的に優しさはいらないんですよ。勝負に優しさはいらないので、やはりその流れてる流れの中に赤とか紫とかピンク色にはかなわない、もうとてもじゃないけど黄色はかなわないです。で今回この阪神ジュベナイルの馬はほとんど黄色の馬が多かったんですよ。黄色のオーラが見える馬なんといるんだ、1,2,3,4、あれ多いな、5,6,7,8
18頭中18頭立て中8頭が黄色いオーラが入ってる馬でした。優しい優しいです。だからあの勝負にはならない、勝負的なところでいざっていうところで力が出ない。なのでただやはり今までもねこうオーラ先ほど言いましたけどベージュっていうものが変わりやすいんで、ベージュって何に変わるのかってわからないですよ。その当日に変わる、まあいい方向に変わる、うん、まあ月で言えば三日月がこう満月に変わろうとする、いい形の状況に変わろうとするっていうのがベージュなんですよね。なので、その育ちはいいんじゃないかなっていうのはあるんですけども、あくまでも6着以内、まあよかれば3着かなっていうのは思います。だから今回僕の予想で3着入ってるのはあくまでも3着から6着以内に入る馬かな、着順かな。でも1番2番これはすごく自信ありますね。メイケイエールとヨカヨカ、この18番8番とすごく、僕の中では自信があって、今のねこの本日も日が変わってあれですけど深夜ですけども、馬単だとね今18番8番と 154.3 番あるんですよね、万馬なんですよね。ねえすごいですよね。で僕馬連単3連単、俺馬連単だよね3連単っていうね、3連単でね18番8番16で今回予想もさせていただいてます。3連符が18番から流して、さっきの、残りの馬で18番から流してますね。あとワイドに一応保険で買ってますけど、まあ馬単で18万8万買っておけばいいかな。まあ心配なのはね8万もあの力強いんで生まれんでもいいのかなと思いますけども、はい、そんな予想でございます。ということで皆さん、は今日で、ね、もう今日だ、今日の阪神のジュベナイルはこれでお願いします。1着メイケイエール、2番2着がヨカヨカ8番ね、3着見てくださいね、16、12、14、6ね、本命の6は3着から6着以内に入ります。ということで今週のオーラ診断でした。ぜひと、ね、この後レースの結果が当たるかどうか楽しみにしてください、もしよかったら当たったよっていう時はね、ぜひ皆さんチャンネル登録とコメントの方もよろしくお願いします。外れた場合もコメントをぜひ、ね、お願いします。ぜひチャンネル登録お願いします。オーラがねオーラ診断でこう見える予想もねなかなかないと思うんで、ぜひ見てください、ね、よろしくお願いします。それではしんのすけファイヤーでした。ありがとうございます。